はい、委員長。重徳君。はい、日本維新の会の重徳和彦です。締めくくり総括に立たせていただきますことを感謝申し上げます。今日は、抜本的な分権同州制というのは時代の要請であるということについて、議論させていただきたいと思います。これは私自身の経験も含めて、まず最初に中央官僚の質的な限界について申し上げたいと思います。高度成長期をリードしました通産官僚を描きました城山三郎さんの官僚たちの夏、これに、憧れて官僚になった方々、多いと思いますし、私自身も、そうでした。しかし今42歳の私が、霞が関に入りました、平成6年なんですけれども、その平成6年その年に、実は官官接待という大問題が、起こりました。食料費をですね、地方自治体が計上いたしまして、多額に計上いたしまして、中央官僚を夜な夜な接待をするという問題でございます。で、その問題を引き金に、その後、空出張の問題とか、省庁の幹部の汚職事件、あるいは丸々しゃぶしゃぶとかですね、居酒屋タクシーとか、あるいは都心の豪華格安公務員住宅が指摘されるなど、次々と中央官僚の不祥事ゴシップが明るみに出まして、まあ、官僚っていうのはすごいんだっていう城山三郎さんの小説のイメージから一気にそのステータスというものは転がり落ちていったと思います。これにつきましては、まあ当時からこれはもうマスコミがですね、まあ過剰な官僚バッシングをしているという見方もある一方で、私自身はですね、これはまあ一つの時代の流れといいましょうか、中央官僚が本当に必要だと思われていた時期にはこんなですねゴシップは続かなかったと思うんです。そういう時代の流れの中で、まあ、特に民主党政権が、官僚主導から政治主導にするんだということを言ったわけですし、そして今もそれがまずかったんだという方も、じゃあ政治主導から官僚主導に戻そうなんていう方はおそらく誰一人としていらっしゃらないと思います。まあ、そんなことで今やですね、自治体の食料費というのは全くと言っていいほどもう計上されなくなってしまいまして、まあ、ある意味、いい意味でですね、非常にクリーンな国の職員と地方の職員との関係になったかと思います。ですがですね、ここからが私が霞が関の中にいた人間として感じていたことを正直に申し上げたいと思うんですが、やはりですね、中央官僚の皆さんが自治体職員や地方の皆さんと人的な交流をするということは、あるいは現場を見て、まあ、おいしいものを食べたり、おいしいお酒を飲んだりですね、その土地のいいものを見ていく、これは、官官接待というシステムを通じてではいけないんでしょうけれども、それにしてもですね、非常にそういった気軽な情報交換、インフォーマルな人的ネットワークっていうのは、極めて有用なものであったはずでありまして、東京事務所、各都道府県や市町村の東京事務所の職員の方も、まあ、全然夜は暇でですね、昼間の会議で、いや、打ち合わせでは国の職員とはやり取りをするんだけども、まあ、およそ人脈もおよそ作れないと。一方で、その国の職員もですね、これは実感として思うんですが、今の20代、30代という一番こう政策立案の機能を果たさなきゃいけない、そういう皆さんが、本当に情報収集の能力というか、すべというものが低下しているかと思います。まあ、ネットでいろいろな情報を取れるからという方もいますけども、ネット情報なんか誰でも取れるわけですから、まあ、そういう意味では、お昼の会議、出張行けばそれは日帰り、そういう中で地方のことを愛する中央官僚というのが今、どのぐらいいるんだろうかということも思うわけです。そこでですね、自治体の職員、また地方議員のご経験も豊富な新藤大臣に、お伺いしたいのですけれども、90年代半ばの食料費問題の後、地方の現場を見聞きする機会を大幅に奪われた中央官僚は、その前と後で比べてどのような質的な転換が変化があったとお考えになりますでしょうか。新藤総務大臣。まずこの地方をね、所管する当時、自治省のに採用され、そこで捕食されたこの重徳委員からですね、この
国家公務員に対するいろんなご意見が出ました。私は今あなたがおっしゃったようなふうには思っておりません。やっぱり公務員になるというのは高い志と、そしてですね、国のために尽くすんだと、こういう使命感と自制心を持って公務員の皆さんは入ってきていると思うし、また今も必死でそこで働いていると思います。不祥事があるのはこれは残念なことで、またそれは厳しく処断をしなくてはなりません。しかしいずれにしても公務員全体がですね、そのような士気が下がり、またそのようなものが一番のこの公務員の体質になっているとは私は到底思っておりませんから、まずそこは見解が違うということを申し上げたいと思います。その上で不祥事があったことによって国家公務員の倫理法というのが成立されました。そしてこれは行き過ぎた、また過度なもの、こういったものは厳しく制限してきたわけであります。だけれどもそもそもにおいて現状ではですね、1万円以下のこの割り勘による飲食、これは自由であります。ですから大体において人に食べさせてもらおうなんて思っている人はいないわけでありまして、意見交換するならば自分で割り勘にすればいいんだし、それからましては実施省、総務省でのことをご理解いただいているならばですね、これはいちいち何か機会を作るというよりも日常頻繁に国と地方の関係というのは連絡を取り合ってますよ。これ極めて頻繁にいろんな連絡を取り合って、それは公のこの正式な報告だとか会議というのはあったにしたって、その会議や報告を作るまでの間にどれだけの連絡があるかはあなただってご存知だと思いますよ。ですから私はこの不祥事は許せないし、またですね、規律の緩みというものはこれは絶対見逃しません。しかしそれはそれでですね、私全体として公務員の使命感というものはこれは維持されているというふうに思っておりますし、いろんな反省を踏まえて今適切なですね、対応になっているのではないかと、このように考えています。はい、委員長。重徳和彦君。はい、私もですね、不祥事として問題にする必要がなかったんだとか、官官接待が必要だとか、そういうことを申し上げているわけではありませんで、むしろですね、やはりその、昼間の会議とかですね、そういうことを思って地方のことを知った気になるというのは、そもそも限界がありまして、現地現物、これがやはり、民間であろうと公務員であろうと、そういう機会はふんだんにあるというのが本来の仕事のあるべき姿だと思っております。その意味でですね、実際問題は私は最近、国の地域活性化に当たりましての制度政策立案というのが非常にですね、地方任せになっていると。だからこれは裏腹の関係なんですけれども、地方にとって使い勝手のいい交付金を作ってくれという要請がある。わけですよね。それというのは逆に言えば、あまり国の役人が頭を使わずに金だけ撒けばいいんだということでもあるわけですから、なんとなくこう時代の流れがそういうふうになってきているという感じるわけであります。何が言いたいかと言いますと、結局ですね、中央にいる人間が地方のことをですね、おもんぱかろうとしたって、それは世の中はだんだん今申し上げましたような流れもあるわけですから、できるだけのことを、というかほとんどのことをですね、内政のことは地方に委ねるべきだということで、ございます。そういう中で別にその官官接待がきっかけではないんですが、国から地方へということと相まってですね、今の時代があるのではなかろうかということでございます。で、話を同州制の話にしていきたいと思いますが、同州制に対する理解というものが、大きく2つあると私は考えております。一つは行革という面での同州制、もう一つは統治機構改革という面での同州制です。で、前者の行革という面での同州制につきましては、ご承知のとおり今の47都道府県というのは明治期の初めから47なのでありまして、その間市町村合併で市町村の数は大幅に激減したにもかかわらず47のままであるということでありますので、まずここで明治期の47都道府県体制の時のが始まった頃の市町村の数と現在の数を比べるといかどう違うかということについてお聞きしたいと思います。総務省望月自治行政局長。お答えいたします。明治期の市町村の数でございますが、市政町村制施行の前年にあたります明治21年におきましては71,314 団体、市政町村制が施行され、いわゆる明治の大合併が行われた明治22年におきましては15,859団体と減少しております。
現行の都道府県の当時の制度は異なっておりますが、これらの市町村数を47で割ってみますと、1都道府県あたりの市町村数は、明治21年は約1517団体、明治22年は約337団体となってございます。で、一方、現在の数字でございますが、平成25年4月1日現在の市町村数は1719団体でございます。1都道府県あたりの市町村数は約37団体となっております。重徳和彦君、はい、今お聞きになられました、なられた通りでありまして、1都道府県あたり1517だったのが、今37なんですね。で、37といってもこれ平均ですから、北海道は179あるんです。で、一番少ないところ、富山県では15しかないということであります。このようにですね、しかもその各一つずつの市町村の規模が極端というか、かなり大きくなっているわけですから、そういう大きな立派な市町村となった団体を、県が、なんというか、こう、上から管理するというようなことはですね、もはや必要ないのではないかということで、都道府県合併の話が出てきて、その合併をしていけば、5兆円とも10兆円とも言われる行革効果が出てくるんじゃないか。これが行革という面での、道州制だと考えております。で、その一方で、統治機構改革としての道州制、すなわち国から道州への、大幅な権限移譲というものを伴う、道州制、この意味合いがなかなか理解、されない、その一般国民の皆さん方に、ピンとこない部分も多いんですけれども、まあ、この点につきましては、まあ、今の制度でいうと、県と政令市との関係を少し想像すれば分かるようなことがあろうかと思います。まあ、例えば、名古屋市内で愛知県の仕事がどのぐらいあるかというと、まあ、河川管理と警察ぐらいじゃなかろうかと、極端に言えばですね、あと名古屋高速とか名古屋港というものも、県と市が、名古屋市が共同で管理をしたりしておりますので、純粋に県の役割というのは本当に、少ないわけでありまして、県から市へと大幅な権限移譲すれば、県の役割というのはほとんどなくなると言っても過言ではないわけであります。ですから同様に道州制になればですね、分かりやすい例を挙げれば、今、都道府県をまたがる、一級河川とか国道、こういうものは、まあ、簡単に言えば国が県を越えるんですから国が管理すべき、面があるというふうに考えたときにですね、じゃあその一級河川、今ちょっと調べてみたんですが、いくつ都道府県を超えるものがあるかといいますと、一級河川は109あるんですね。これをこれまで地政庁で出された道州制のパターンに当てはめますと、州、道州になってもその道州域をまたがるものは22、およそ5分の1に減ってしまう。国道に関しても都道府県をまたがるものは271、これが道州制になると98と、まあ、いろんな数え方あるかもしれませんが、まあ、大体3分の1ぐらいに減ってしまうということもございます。したがって、まあ、要は道州制になればそういった国の仕事というのは大幅に減るんだということを申し上げたいと思います。その意味で、イメージとしての道州制はですね、昔、その昔、国鉄分割民営化という言葉がありましたが、これはですね、霞が関分割道州制と、こういう改革が、道州制改革ではなかろうかと、私はこのように考えております。そして、ちょっと時間があと10分程度ですので、次にですね、地方財政制度について、指摘をさせていただきたいと思います。なぜ今、抜本的な改革をしなきゃいけないのか、金の面から議論をさせていただきたいと思います。極めて重要なことです。現行の交付税制度、これはですね、私は三重の意味で、これは破綻をし、問題先送りの状態になっていると考えております。まず、一つ目は、交付税というのは原則国税後税の大体3割ぐらいから成り立つと、それが原資であって、それによって賄わなきゃならないのが原則でありますが、25年度当初予算で言いますと、それは11兆円ほどしかございません。で、交付税総額は17兆円計上されているんです。だから6兆円分はこれは一般会計から補填をしているんですね。だから本来であれば、地方交付税法にも書かれているんですが、
法定率そのものを今3割のところを4割5割と引き上げていって地方交付税総額を確保するべきだというのが本来なんですが、まあ想像つく通りでですね、今そんなことしたら国の財政が厳しいという、とても余力がないということで、そこは借金まみれの国の一般会計から補填してるわけです。まあ、そういう意味でこれは第一の先送りだと思います。それから二つ目は、今交付税は今の加算を含めて17兆円予算に計上されているんですが、その他に、自治体が自ら発行する臨済債といわれる借金、地方債が、6兆円ありまして、これは地方の自治体の実務においては実質的には交付税なんだよと言われております。ですから17兆円 の国の予算書に盛られている交付税の他に地方の6兆円分合わせて23兆円が実質的な交付税だと。だけどその臨済債は借金なのになぜ交付税かというと、後年度その償還をするときに交付税措置するからねと、そういう理屈で交付税扱いされているわけでありまして、まあこれも地方が地方の借金という形で交付税の財源をまあ先食いしているという形になるわけでありまして、これが二つ目の先送り。そして三つ目のはですね、交付税特会に借入金が今33兆円あるんです。でこれは一体、これ非常に分かりにくいんです。国のこれが国の借金なのか地方の借金なのかよく分からないんです、正直で。県や市町村の予算資料を見ますと、累積債務残高、何十億円何百億円という数字がありますが、あれを全部足してもですね、その交付税特会の33兆円分は出てこないんですね。つまり国の特会が借りている借金だということは間違いないと。ではその借金は国が返すのかというと、ちょっと微妙に違うんです。これはなぜかというと、国が交付税原資を持って返すということ、つまり借金、この交付税特会の借金を返すと、その分地方交付税の原資が食われるわけですね。ですから今年度25年度当初予算では1000億円の交付税特会の償還することになってまして、これがですね、非常に大胆な返済計画になってまして、来年度から2000億円、再来年度から3000億円、毎年1000億円ずつ償還額が増えていって、平成34年度以降はその後30年近く毎年1兆円ずつ返し続けてようやく返せると。これが交付税特会の借入金でありまして、まあ一体国の借金なのか地方の借金なのか明確ではないものなのですが、まあいずれにしても借金で賄って、まあ、交付税を賄うための借金であるという意味では、こういう借金もある。まあちょっと説明長くなりましたが、今の国税復興税不足、臨時財政対策債、交付税特会、借入金、まあ、こういった三重の意味でですね、今の交付税制度は、破綻をし、問題を先送りしている状態になっていると考えておりますが、一体この制度は持続可能な制度だとお考えでしょうか。総務大臣にお伺いします。新藤総務大臣。詳細というか、それぞれ多岐にわたるこのご説明いただきまして、それを基づいての質問ですから、私の答弁もそれなりにしなくてはいけませんので、まあ、ご理解いただきたいというふうに思うんです。まず国税の特別会計借入金、まあ、これはこの地方国税の増額を行うことを基本として償還金は国と地方で折半していたわけです。しかしそれでは借金の実態が分かりにくいということで、平成13年からはこれは国と地方が財源不足については折半で補填すると、そして国は一般会計からの地方国税の特例加算、そして地方は臨滞債の発行による対応すると、国と地方の責任を明確化したということでございます。そしてその折半ルールを明確にしたことによってですね、この地方国税の総額を確保した上でこの財源調整機能と保障機能を維持するという意味において、私は交付税が制度が破綻しているとはこのようには考えておりません。それから臨滞債の発行、これは慎むべきであり好んで出すものではありません。ですから臨滞債に頼らない財政体質を確立していくこと、これは重要であります。しかしその大前提は、これは
国の経済をこの強くして、そして地方の経済も活性化する中で、この経済成長、そういったことをやる、それから不断の歳出の見直し、まあ、こういったですね、この財政の再建、また構造改革、まあ、こういったことを行うことによって、国地方の税収そのもの、それから予算の体質を強化していく、まあ、こういうことが重要であります。それによって、特例債に頼らない財政体質というものができるんだというふうに思います。それから、交付税の法定率が足りないというのは、そもそもこの法定率というよりも税収が足りないところに起因しているわけであります、財源不足は。したがって、にもかかわらず、今この状態ではですね、法定率が足りないと、これは我が総務省としては、この法定率の引き上げというのは悲願であり、この予算要求時にですね、いろんな申し入れをしているところであります。残念ながら国地方とのこの今厳しい財政再建中の中で、まあ、その願いはまだ実現できませんが、私どもとすればこれは国税の安定、地方財政制度の安定、まあ、こういった意味からもですね、この法定率の引き上げというものはしっかりと主張していきたいと、まあ、このように思うわけであります。それから最後にこの特会の借り入れにつきましては、これはですね、まず借り入れ時点において国と地方の負担を明確にしておりましたが、平成19年度からは、この国の負担分は一般会計に計上しておりますので、今残っている33兆とおっしゃったものは、これは全額が地方のこの負担分だということでありまして、これは国と地方の責任は明確化されていると、まあ、こういうことでございます。重徳克彦君。いや、新藤大臣、今のご答弁ではですね、破綻しているとは思わないと、まあ、思いたくないというかですね、今の制度がなくなってないというか、今の制度を現状として、自転車操業をしているという、ことでありますので、その今の制度がまだ存在しているという意味において破綻していないということをおっしゃっていると思いますが、私はその中で自転車操業をせざるを得ない状況になっていることを指して破綻しているというふうに申し上げているわけで、ちょっと破綻という言葉時代がすれ違っているような気がいたしております。今の財政状況がですね、まあ、今まあ国家財政だって大変な状況なわけでありまして、そういう中で法定率を引き上げるなんていうことは、まあ、現実的でない、もちろん悲願だということはおっしゃいましたけれども、現実的でないことは、これは誰もが分かっていることで、ありますし、なんというか今のご説明ではですね、この、制度が破綻していない、ではずっと続いていくことが、誰しもが続いていけると思っているんだと、というふうには誰も今のご答弁聞いて思わなかったと思います。それから、まあ、そうですね、国税特会のことも地方負担分だという住み分けは分かるんですが、そこはあくまで、国の、これはちょっとややこしいんですが、国じゃなくて地方の、固有の財源である地方交付税の原資を使っているという意味で地方分ということだと思うんですが、まあ、国の特会の中で返しているという意味では国のようにも見えるということでですね、まあ、私何が言いたいかと言いますと、もう今ですね、国と地方の財政はどっちの方が悪いとかですね、どっちに押し付けるとか、そんなことを言っていてもしょうがない状態だということであります。もう言ってみれば、どっちの責任だというふうに押し付け合いながら、しかし、同じ同一家計の中での家族の間でですね、これはお父さんの借金だよとか、これはお前息子の借金だとかいうことにしとこうぜと言ってるだけであって、なんか同じ家の中で、その家がもう潰れそうに、苦しい状況になっているというのは、誰が見ても明らかな状況なんだと思っております。まあそういう、意味でですね、私は、その国と地方が同一会計の中で今、まあ、ご操船団という言い方、あるいは運命共同体という言い方、いろんな言い方できると思いますが、ここは一つですね、これからの地方の自立ということを考えれば、同州制の議論、同州制導入に伴いまして、地方が本当に自立する、そのためにやっぱり国と地方との財政責任の分担を明確に切り分けて、その上で、国の財政負担は、仕事の責任と、と同じように、縮小させ、そして地方の独自の財源というものを、地方の、自立した地方の仕事をやっていく上で、必要なお金は、自らの力で、調達を、つまり記載も含めて、調達する、地方の本当の意味では自立した財政運営が必要だと、思います。その意味で、安倍総理は、
まあ、経済対策についてはですね、次元の違う経済政策を行っていくんだという強いご決意で今取り組まれておりますが、私は次元の違う地方分権改革、これが道州制だと思っております。そして今自公案の道州制基本法案骨子を少し拝見させていただいております。で、私どもも法案を準備をさせていただいておりますが、今ですね、拝見しております、まだ変更あるのかもしれませんが、事項案はこれまでの文献改革と次元が違うというようなふうにはどうも見受けられないんですね。ですからどうかですね、地方文献にややもするとあまりご関心がないんじゃないかと言われる安倍総理なんですが、私はそんなことはないと信じております。断固とした地方分権改革を行っていただきたいんですが、最後に一言安倍総理から。いや、もう予定の時間が終了しております。はい、終わってください。我々しっかりと地方分権に取り組んでいきたいと思いますし、御党とですね、共通の点においてはですね、協力していきたいと、このように思っております。これにて重徳君の質疑は終了いたしました。